おはようございます。ちょっと今緊急で動画撮ってるんですけど、まあ、今日、はい、まあ、昨日あの月に1回実習生の、まあ、勉強会っていうかいろいろ悩みとか聞いたりとか、はい、集まるのやんな、うまくいったな、はい、何集まりやんな実は視聴者説明したの集まりやんな、はい、集まりやろ集まりやろ、はい、で、まあ、昨日実習生が、まあ、肩一人さ、まあ、怪我っていうかさ、ずっと肩痛いっていうか、一回で国帰ったんだわ、ベトナムに。もうどうしても肩痛い、本当はあいつは帰れないんじゃん、飛ぶとかそういうのもあるから、はい、だけど、まあ、もう肩痛いもんで、まあ、しょうがねえなって言って、もうでも戻ってこんぐらいの覚悟で、戻ってこんって言ったら、もう多分僕ももう多分治らなかったら戻らんって言っとったんだわ。あ、もういいぞって言って一回帰れって言って、はい、一応戻れるようにはしとくもんで、はい、なんか書類の関係があるじゃないの、実習生だからさ。そうですね、うん、あ、帰ってきた帰ってきた、あちょっと帰ってきた、おー、帰り、おかえりなさい、うん、どうや、OK です。注射打ってまった、あ、注射しだったっす。で、ムカついたの、あれな、医者な、はい、ムカつくな、はい、何っていうと、まあ、ちょっと話は別なんだけど、で一回帰ってきてまたやっとったら、やっぱどうしても痛いもんね、はい、でこの病院何回も来とんだろお前言っとったな、はい、で俺も病院に今日ついていたわけですよ、はい、痛いって言ったから。で病院にもうその診察の医者のとこまで行ったんだけど、何ってさ、でこいつは ベトナムに行ったら注射何回も打ったんだろ、ベトナムで、ベトナムで何回、1回、1週間2か3回4回あります。2週間で4回、じゃあ1週間4回言ってくれたんで、ベトナムでの、はい、でこそれで肩をこいつ治りましたってベトナムでね、はい、だからそういうのってないんですかって俺聞いたら、はい、日本なんか保険だもんでねえよそんなもんとか言って本当に言われたの今。なあ、うん、そんな言い方だったんですか。ちょっとママ鬱陶しいことだよな、じゃあ日本はベトナムじゃないからって、はい、お前日本がベトナムの下かこら、おい医療は最先端の医療ちゃうんかい、ボケかす、本当クソ医者、ドラムかついたよなあいつな、はい、偉そうにこうやってやって、で後ろ立っとんだよ、あって日本はその注射ねえからって言って、ほんでなんかいやまあでも、まあ、ね打ったもん ね2週間に1回だったら打てると、はい、で保険効かんよそんなもんとか言ってきたもんね、うん、いいよと思って、はい、保険なんか効かんでもいいよ別にって思って、金いくら持っとると思ったんだって、まあ、どんなに注射かと思ったら、はい、このクソ貧乏医者がめちゃくちゃね、本当にそうだ、俺はもう大人に対応しとったよな、そうそう、いやいやなんとか、ほらなんか最初なんかわけわからなかったよな、はい、注射も若いうちに打ったらダメだとか、うん、でもうやめといた方がいいんじゃねえかとか言ってたけど、はい、結局いろいろ喋っとったらただのヒアルロン酸だから潤滑剤だから、はい、効くかどうかわからんよって言い出したり、はい、じゃあお前さっき若いのにどうのこうのだからダメだとか、なんか変なもんが入ってるみたいな言い方してやねえかと思って、はい、なあ、はい、んでじゃあ2週間に1回打ってくれないですかって、2週間に1回やって打てるならって言ったら、いやだけど注射打ったらバイキンが入る可能性もあるよって、お前それさ子供はそれどういうことですか、いやそれそお前が悪いやんそのバイキン入るのは、確かに消毒しろやじゃんってなあ言っとったらあれバイキン入るかもしれんよ注射打ったら、どんだけ打ちゃうんだ、金にならんのだろ、あ薬出しとると金になるもんで、あ治したくないんだって、なるほど、病気はなこの暇そうな病院やアホみたいに客もおらんな、でここに何回も行っとるんだろお前、これは家が近いもんで、うん、まあ、家の近くまでだ、まあ、今日俺だて医者に行ったるって何回行っても注射打ってくれんっていうのがあるんだよ視聴者です、はい、こうやって俺憤ってるけど、これちょっと YouTube で大げさに言っとるけど何回か来ても注射打ってくれんだろ、はい、1回だけ打ってくれたのか、こっち1回だけですなあ、はい、でもう肩が痛いって肩が痛いって言ってるんで、足場の職人だから、はい、うん、きついからやれることやったってって言ったら、はい、休まんと無理だからってちょっと待って、お前生活かかっとるこっちもって、はい、おめえも休んでお前頭の治療してこいバーガーって思ったからじゃあでも医者ってそうなんだわ、まあ、じゃない、淡々としてるとこありますね、淡々、うん、淡々っていうかな、鬱陶しかったよな、はい、おいさで勉強会とかいろんな、まあ、研修会あのなんとかで集まりとかあるじゃん、はい、医者って本当ああいうふう、あお医者さんも来るんですかそういうのに、いやもうそういう会とかもある、なんかあで紹介とかで、まあ、そういうのつながってみるじゃん、はい、で医者ってもう大体バカだね神様かなんかなと勘違いしてないと思って、あもう芝居たるぞって感じだほんとムカつくてじゃあほんとにじゃあいいお医者さんもおるよもちろんおるけど、そうですね、
もう本当俺晒したいぐらいだもん店、うん、名前とそれぐらい態度悪かったよな、はい、で注射打ってくれたんか、はい、打ってくれた注射いや打ったっすだいぶいいまあほら1日でやろうかな、はい、何回か打ちたいんだな、はい、でベトナム帰ったら治ったもんで帰ってきてずっと良かったんだろ、はい、それ1週間に3回4回打ったんだろ、はい、もうじゃあもう 保険適用外でもいいわけだから別に、はい、なんで嫌なのってだって医者って日本の医者って特にそうやって言われとるじゃん薬めちゃくちゃ出して、はい、結局薬で儲けとるもんねあれ点数かなんだろあそうなんですねそうそう病院ってそうなんだわ、うん、でも結局薬出したいじゃん俺も別にそんなさ、なんか病院行くとまあ、ああだこうだ、あんまりその薬が怖いっていう人おるじゃない。だけど俺あんまりそういうの気にしんもんで、副作用とかあんまり気にしんもんで、ああ、いいっすよ、全然薬出してくださいとか言って、どんどんもらう方だけど、はい。だけど、ここの医者はちょっといかんわ。うん。潰れよ、こんなとこ。本当に思った。なんでそんな態度取られなかったのと思ったもん。うん。で、俺がじゃあなんか偉そうにしとったら別だよ。はい。だから今、従業員で、ちょっと肩痛くて、こうなんですって言ったら、ああそうなの日本じゃ無理だからって。ベトナム帰ってあげよみたいなぐらいな感じよ。ムカついたなあな。うん、ああでまあいや2週間に1回じゃ打てるなら打ってくださいって言って最後出たんだな。な本当になんかああじゃあ向こうの部屋行ってよみたいな感じだったよな。不適されてたよなあの医者な。はい、本当グーで殴っとろうかな思ったもんな俺。おばんかった。どら態度悪かったろ。はい、ああじゃあちって言ってあっちみたいな。ちょんずよ。なかなかいないですね、さすがにそこまでは。いやここそうだろ、だって客いねえんだろ、こんな、うん、全然いねえや、まあ、立派なんだけど、ね、あ2代目の医者だろ、あれどうせ、うん、もうバカの極みみたいなやつだってってそれ、こんな思うもんな、うん、楽しんねえだろ、あんな態度ばっか取ってさ、まあ、ムカついたわ、はい、ああ、はい、で肩痛かったらどうすんの、お前もう仕事も痛いんか。じゃあ僕頑張りますね。材料はもう毎日運びじゃん。で今ど肩のどこへだよ。鍵盤かなんかって言ったら、はい、鍵盤なんて言ったら鍵盤なんとかがなんかそのなんか多分破れてるって言ったらもう一回破れたら治らんみたいなこと言ってたら、そうそう、はい、で肩に担ぐと痛いんか。はい、そんな感じです。まあ今日の動画はね、はい、もうちょっと本当に憤りを感じて僕はマジでもうムカついてますよ。二度と医者いかんって言って怪我しちゃいかんかもうここの病院は絶対いかん。確かに。まあでもこういう人もおるから、はい、まあ皆さんだから何なのっていうところもあるけど、はい、やっぱ実習生とかもさ、やっぱ時の会社とかみんな抱えてるわけじゃん。そうですね。でね、やっぱ病院とかがやっぱ国が本当に日本人って本当にさ、俺も昨日もそれ勉強会でも言ったけど、はい、本当に感じるけど、日本人って日本人しか見たことないじゃん。あ、はい、だいぶ外国人増えてきたけど、はい、みんじゃん。そうですね。海外行ったらありえんじゃんこの景色って。はい、海外とかいろいろ言っても絶対ぶわーおるじゃんこの国の人は。はい、だからそれないじゃん。で日本人ってもう島国意識も丸出しなもんでさ、うん、外国人に対してすごいよねこうやって。そうですね。そうそうそう、何様だと思うけどね。はい、うん、そういう動画ですよ。はい、うん、体制ができてない実習生何でもそう、平張りとか免許も英語もないし、あ、免許も取れないし、テストもね、普通国とかだったら英語だけはあるとか。そうですね、あるじゃん。ないもんね、その何カ国語も用意しろってわけで、英語は分かればある程度ね、英語は勉強しろって分かるわけじゃんこいつは、はい、そういうことですよ、はい、視聴者の皆さん、ね、あとじゃあ、マッチングサイトのちょっと宣伝みたいになりますけど、はい、まあ、朝からムカつきながら宣伝しますけど、ナイキとそのマッチングが6月オープンの、はい、求人サイトはもう求人マッチング、マッチングサイト建設業者さん、何の業種でも載せれるんでぜひ載せてくださいよね、はい、それね今完全に無料で使えてますんで、はい、で先にね、この会社から職人さんへのスカウト機能っていうのをつけようと思ってるから、職人さんもどんどん名前登録して、はい、結構会社もだいぶ広がってきたから、はい、で今は求人出してるところしか映んないから300社ぐらいしか映ってないから、だけど今度は会社とかも検索できるようにちょっとしていこうかなと思って、ちょっと金かけて作っとるから今、はい、うん、なんでぜひ LINE のマッチングと求人マッチング登録のほどよろしくお願いします。お願いします。またね、またねな、また見てね。チャンネル登録
Yeah.